はい、どうもこんにちは、ガロです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、昨日ね、ちょっと UR の、ライバル選手に関するね、お話をね、させていただいたんですけども、今日もね、おそらくそんな感じには、なる話にはなると思うんですけども、昨日ね、ツイッターの方で、八生のね、情報、公式アカウントさん、八内の公式アカウントさんの方のから、八生に関するね、詳細の、情報がね、ツイートされまして、でね、そのね、ご出演されるね、声優の方がね、発表され、されたと、いうことで、でね、画像出てるとは思いますけども、井上さんと、西田さんに関してはもうね、決まってはいたんですけども、まあね、あと誰が出てくるんだっていうところで、明坂さん、神宮寺さんの、声を当てられてる、明坂さんと、あとね、これがびっくりですね、椿ちゃんの、声を担当している、福縁美里さんで、がね、出演が決定されたというところでね、これ見るとね、ちょっとね、神宮寺さんとその椿ちゃんの UR どちらか片っぽは確実に来るんじゃないかっていうことでね、もうね、びっくりですで、どちらかの UR はね、おそらくもうこれ見ると出てくるとは思うんですよ。どっちかは確実に。で、もしかしたら2人ともね、UR で実装されるかもしれないというところ、九春祭でね。で、もしね、その2人、出る、実装されるんであれば、そのキャンペーンって、その、九春祭のね、キャンペーンがね、3月からね、開幕するわけなんですけども、一つのそのキャンペーンって、第1弾、第2弾、第3弾みたいな風にね、小出しされてるじゃないですか。それだもんで、もし2人とも実装されるんであれば、例えば第1弾を神宮寺さん、第2弾を椿ちゃんみたいな感じで、出してくるとは思うんですよね。いっぺんに出すってことはないと思う同時に、同時に出すことは多分ないと思うんで、第1弾、第2弾、第3弾のどっかで小分けにして、それで出していくんじゃないかなっていう気はしますけどね。もし一人だけであれば、他の誰だろうな、あとは本校の UR とか、出してくるのかなっていうふうには思いますけども、とりあえずね、この出演者の方を見ると、2人の名前があるのを見ると、神宮寺さんか椿ちゃんの UR が出る可能性が非常に高まったなっていうところでね、ほんと興奮しております。でね、福縁さん自体のその出演って、その2周年直前、八内の2周年直前のその八生で、出演予定だったんですけど、お休みになられて、それで出なかったっていうところで、で今回ね、また声をかけてね、出演 OK をね、もらったんだとは思いますけども、その辺もね、楽しみですね。僕ね、椿ちゃんはね、特に椿ちゃん、神宮寺さんもね、もちろん好きだし欲しいし、強いから好きなんですけど、椿ちゃんもがね、僕ね、一番好きなんですよね、ライバル選手の中ではだもんでね、もう当ててから、こちらのね、その椿ちゃん当ててから、もうね、使わない日がなかったんじゃねえかっていうぐらいね、めっちゃ使ってたんですよね。それだもんでね、UR が出たことによってね、もし出るんであれば、もうね、全力で狙っていきたいなというようなところですね。はい。でね、UR、今でこそね、その UR のね、倉敷ちゃんとか、そらちゃんとかも出始めて、で、UR を使う時代に、なってはいるんですけど、その UR がその出る前、僕がね、その八内を始めた時から、そうなんですけど、ぐらいのタイミングからそうなんですけど、こちらの椿ちゃんと、あとね、こちらの風神宮寺さんをね、そのめっちゃ使ってるよっていう、環境だったので、やっぱね、UR のね、この神宮寺さんとその椿ちゃんがね、将来的に実装されるんであれば、またね、この2人のね、時代になる可能性もなくはないかなっていう、感じはするんですよね。はい。
でね、その2年ぐらい前の夏の八生で、その国勢調査、まあ、ポジション、まあ、あのユーザーで、まあ、あの各ポジションね、どのキャラクターをね、あのどのシーンカードをね、一番ね起用率、起用しているのかっていうねことをやってたんですけど、まあ、先発はその、まあ、画像を出しますけど、はい、画像を出しますけど、まあ、こちらのね、その、まあ、国勢調査、2年前の国勢調査では先発はの1位は、まあ、こちらの椿ちゃんで、で2位が、タユタユ、月属性のタユタユで、3位が、風属性の神宮寺さんっていう感じにはなってて、まあタユタユはそんなに僕は見なかったんですけど、まあちょいちょい見るかなぐらいだったんですけど、まあ椿ちゃんとね神宮寺さんばっかり使ってるような、まあイメージ、まあいろんな人がねそればっか使ってるようなね、イメージがあったんですよね。で実際見てたしもうね勝ち抜きマッチとかやっててもね、もうほとんどね椿ちゃん神宮寺さんとかで、ランクマとかでもね多分ねそんな感じだったと思うんですよ。神宮寺さんやら椿ちゃんやらだったと思うんですよね、 UR 出る前って、出る直前ぐらいかなまでの間ぐらいは。でやっぱねそのこの2人、もう八内のもう2大エースと言っても過言ではない、この椿ちゃんと神宮寺さんが、まあ、UR が実装されてね、またその2人の時代になる可能性があるなっていうところでね、ワクワクしておりますでね、ただね椿ちゃんに関しては、まあ、ストーリー上ではその、まあ、故障している状態ではあるので、まあね、まあ、シーンカードもね、まあ、これ先発ですけど、まあ、こういった椿ちゃんとか、新パックの椿ちゃんだとか、こちらのね、振り袖の椿ちゃんとかも、中継ぎが適正になっちゃってるもんで、もしかしたら椿ちゃんの UR は中継ぎが、適正、みたいな感じに、なる可能性もあるかなっていうところですよね。うん、まあ、守備リンク次第では、まあ、先発もいけるよっていうね設定に、まあ、してくるかもしれませんけど、ただね昨日も、まあ、言ったんですけど、UR のそのライバル選手になとなると、リンクスキルがどんな感じになるか、メモリアルリンクがね、どんな感じになるのかがねさっぱりわかんねえなっていうところなんですよね。うん、でまあね、まあ、これね倉敷ちゃんですけど、まあ、このねスキルタイプとその守備リンク、まあ、マジでどうなるんだっていうところなんですよね、まあ、まあできればね僕ねその花属性のね椿ちゃんとかねリンクさせたいなっていう感じはするので、椿ちゃんの UR が実装されればこれね使いたい感じがあるので、まあね、できればねその椿ちゃんの自身のリンクもねつけられるようにしてもらいたいなっていう気はしますけどね。はい、まあね、とりあえずね、まあ明日ですけど、はい、八生明日ですけど、まあ、そこでね、まあまあ、その辺のね、みんながねその期待している皆さんが期待しているね、まあ、UR の神宮寺さんか椿ちゃんが来るんじゃないかっていうね、まあ、期待を、まあ、してる方もね、大勢いらっしゃると思いますけど、まあ、もちろん僕もね期待していて、で明日の八生でワンチャンその情報がね来る可能性もあるんで、まあね、その辺ね一緒に楽しみにしていきましょう。はい、もう明日ですか、明日のね、21時からですね。はい、僕もね、まあ、別にコメントとかしたりとかしませんけど、まあ、普通に見てます。はい、一緒にねその辺ね楽しんでいけたらなと、思います。ということで、今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。